Y-JTECT ずっと広がる未来のためになぜ JTECT が必要なのか。地球温暖化、少子高齢化など多くの問題を抱える私たちの社会、自動運転、循環型社会への貢献、デジタルトランスフォーメーション、進み続ける時代への対応が求められています。そんな今だからこそ、JTECT はものづくりの未来を見据え、その先にある可能性に挑戦します。JTECT は2006年に光陽精工と豊田工機が合併して誕生しました。世界トップクラスの軸受けメーカー光陽精工と、世界有数の優れた技術を持つ工作機械メーカー豊田工機。歴史ある両社の技術とノウハウを生かし、自動車部品事業に着手。世界ナンバーワンシェアの商品や他社では真似できないオンリーワンの技術を多く持つことが JTECT の強みです。2022年にはブランドを JTECT に統一、事業やグループの垣根を越えてシナジーを生み出し、幾通りものソリューションを提案できるワンチームとして新たに歩み始めました。 Y-JTECT ずっと広がる未来のためになぜ JTECT が必要なのか。その理由を5つのアンサーでご紹介します。 Y-JTECT なぜ JTECT が必要なのか。それはその先にある幸せを作り出すために、地球、世の中、お客様に貢献する会社だから。人が喜びを感じるのはどんな時か。私たち JTECT は貢献こそがその原点だと考えます。ものづくり企業として良質廉価を追求し、安定した納税と雇用、環境への配慮にも取り組み、社会を支え続ける。そのために制定したものが JTECT の基本理念です。地球のため、世の中のため、お客様のために、全員参加で絶え間ない改善を続け実践する。社員同士が対話し、一人一人が本気で考え主体的に行動する。そうしてグループ会社や事業部の垣根を越えて協業し、全ての人々に幸せを届けることが最大の社会貢献だと考えています。 Y-JTECT なぜ JTECT が必要なのか。それはその先にある夢を実現するために、新しい技術と創造力でものづくりに新たな価値を提供する会社だから。 JTECT グループはこれまで培ってきた技術の強みを組み合わせることで、ものづくりを進化させ、社会を支えるさまざまな製品を生み出しています。ベアリング、ベアリングはあらゆる産業の回転部分に用いられる重要な部品。優れたベアリングの開発・製造により、安定した社会基盤の構築と省エネルギーの実現に貢献します。工作機械システム、機械や部品を作り出すために必要な工作機械、性能の進化を追求するだけでなく、 IoE ソリューションを含めた生産システムの提供やサポートをすることで、お客様のものづくりを支えています。自動車部品、 JTECT は自動車の走ると曲がるを担うリーディングサプライヤーです。世界トップシェアを誇る電動パワーステアリングをはじめ、高度な自動運転に不可欠なステアバイワイヤシステムなどの先進的な製品を生み出しています。ギア、ギアは機械製品に必要不可欠な部品です。工作機械や自動車部品で培ったノウハウを生かして、より高精度なギアを生み出すための積極的な研究開発を行っています。さらにこれまでにない価値を提供するべく、未来を見据えた新たな事業分野にも果敢に挑戦しています。さまざまな社会課題を解決するために、技術と技術を掛け合わせ発展させながら、将来への種まきを行っています。
Y-JTECT、 なぜ JTECT が必要なのか。それはその先にある心を育むために、広い視野と発想力で未来の子どもたちが思いのままに挑戦できる豊かな地球を守る会社だから。多様な製品、技術、そして地域社会とともに地球の未来のためにできることを考え実践しています。 JTECT は世界で初めてセラミックボールを用いた風力発電機用軸受けの開発・量産に成功。これまで2万機以上の風力発電装置に搭載され、地球に優しいエネルギーを生み出しています。高耐熱リチウムイオンキャパシタはオンリーワンの耐熱性能を誇る蓄電デバイス。自動車だけでなく、あらゆる産業の電源効率向上や消費電力抑制を実現し、カーボンニュートラルに貢献します。電気自動車の心臓部である e アクセル、その小型化を実現するために強度を維持したまま容積を半分にした小型デファレンシャルギア JTECT ウルトラコンパクトデフを開発。この他にも小型高性能部品の開発を進めており、電気自動車をはじめとしたより環境に優しい自動車の開発を技術で支えます。またそうした製品による環境貢献だけでなく、製造工程においても CO2 排出量削減に取り組んでいます。再生可能エネルギーの活用に加えて、使用エネルギーを見える化することで全社一丸となってカーボンニュートラル達成を目指しています。他にも全社を挙げた取り組みとして一工場一活動を掲げ、それぞれの地域と連携しながら各地で生物の多様性と生態系の保護に努めています。 Y-JTECT、 なぜ JTECT が必要なのか。それはその先にあるときめきを届けるために、確かな技術力によって安全、安心、快適な人々の暮らしに貢献する会社だから。少子高齢化をはじめとするいくつもの社会課題を解決するために、 JTECT は革新的な技術で日常生活を支えています。これまで自動車部品などで培った技術を生かし、パワーアシストスーツ J パスフレアリーを開発。介助を受ける方が安心して身を任せられるだけでなく、介助者の腰への負担を軽減しながら動きやすさを追求することで、介護現場での安心・快適をお届けします。自動運転技術においては、自動運転システムとドライバーの意思をつなげるステアリング制御システムペアドライバーを開発。ドライバーにとって安全で快適な自動運転の実現に貢献します。人々の移動に大きな変革をもたらす MaaS、 モビリティアズアサービスへの対応も大きなテーマの一つです。実証実験なども行いながら、バスなどの商用車の自動運転や電動化対応に向けた開発を進めています。日々の暮らしに感動や喜びを与えてくれるスポーツ、 JTECT はバレーボール、バドミントン、レスリングなどの企業スポーツ活動を通じて世界を目指すアスリートたちを支援するほか、スポーツ教室や地域清掃といったボランティア活動も実施、スポーツの振興や地域貢献に取り組んでいます。 Y-JTECT、 なぜ JTECT が必要なのか。それはその先にある扉を開くために、高い人材育成力で社会から信頼され社会に貢献できる組織と人を作る会社だから。良いものづくりは良い人づくりから。 JTECT では社員の幅広い活躍と働きやすい職場づくりを実現しています。 JTECT 高等学園は1941年に開始した企業内訓練校、 JTECT グループの技能職採用の新入社員が学園生として1年間ものづくりの知識と技能、そして社会人としての基本を学びます。企業の成長には多様な価値観を持つ人材の活躍が欠かせません。ダイバーシティを推進するため、全社員を対象とした
ダイバーシティ教育を実施。また、さまざまな活躍支援を行うなど、働きやすい環境の整備に努めています。そうした多種多様な人材が活躍する JTECT グループは、29の国や地域に事業を展開し、現地に根付いたものづくりを進めることで、世界各国の産業発展に貢献しています。2022年のブランド統一をきっかけに、グループ間での連携が強まり、それぞれの強みを掛け合わせ、生かすことで、独自の新たな価値を提供していきます。Y ・ JTECT、なぜ JTECT が必要なのか。新たな価値を創出することで、そこから生まれる可能性があるから。社会に貢献するために、私たちは歩み続ける。ずっと広がる未来のために。JTECT。